地、東京。人々が共に生きることを願って、パンムエさんの旅は続きます。郷にいれば郷に従えです。日本へ来た以上、日本人のようにしなければなりません。それはミャンマーと違うところは随分あります。でも、ほとんどのミャンマー人は何も言わず黙々と働いています。私の知り合いの中にも職場で怒鳴られたり、馬鹿にされたりといった目に遭っている者もいます。私に何をされても我慢しているのはお金のためなんですよ。と言ってくる人もいます。また中にはどうせ金を稼ぎに日本へ来たやつらだからと足元を見て仕事はたくさんさせる、給料は少ししか払わないという日本人もいます。その上、仕事をしないんなら出て行けと怒鳴られるような目にもあっています。ミャンマー人は確かに金を稼ぐためにひどい目に遭っています。辛いことです。そうした不満は確かにあります。でもそれを取り上げて日本人の火を鳴らすようなことは決してすべきではありません。私はそう思います。どうちゅうそら、ねえ人生やかんねえみゅう、ええでせっちゃいみゅう。どうちゅうそら、あせんぬぴゅうれみゅう、あしゃごんさんみゅう。都就是啦，人节目还是在呢，人节目啊好，帮杀他的没有。都就是啦，啊是啊闹当庙位呀，送的没有，南安的个没有。都就是啦，他一点都吃的没有，那十里那一么一点没有。哎，这表的没有。